シューをあの現地の言葉に翻訳したんだ。じゃがいも。じゃがいもは来て空気に触れるとすぐ色変わっちゃうので、塩水つけておきます。これは何グラムか。これ200グラムかな。250かな。大さじ2。薄くスライスします、うん、でインド料理の場合は大体こっち側にこう切る場合が多いんですけど、うん、ただこの料理はちょっと玉ねぎが残っちゃっても構わないので、はい、まあ日本式のスライス、玉ねぎ 100g かな、はい、俺にしては珍しく測ったんで今朝。でこんな単純でこんな甘いのかって料理になります。うん、まあ言ってみればこれもカレーっちゃカレー、カレーじゃないっちゃカレーじゃない。インド料理を全てカレーと言うんだったら立派なカレーです。大生姜だ。大生姜、生姜とじゃがいもってすごく合うんだよね。ハリギリ、マッチ棒切り、生姜はね、あの、カムクの素人ね、あの、見栄えがいいから、あの、生姜一番美味しいとこここなんだよね。ああ。いい水溶き米粉とココナッツミルクを溶いて。色がついちゃうというか、味がついちゃうじゃないですか。そうですね。みんな絵で気にしなきゃいけないしな。そっか、それでちょっと茶色いんだ。あの、料理はね、オーバーラップが醍醐味なんだよ。お、結構入った。今日はメイクインですか。今日はね、男爵だと思うんだけど、スーパー結構書いてないよね。書いてないんだよね、最近ね、うん、で形でも分かんなくなってきた。新しい、あのほら、高く売るときは書いておくんだよね。北あかりとかさ、新しい品種が出て、はい、高い値段取ろうっていう時はあの今回もんで入れました。これで出来上がりね。